IDCD を採用したホンダベゼルハイブリッドのセレクトレバー、ホンダスポーツハイブリッドインテリジェント、デュアルクラッチドライブは、ホンダ技研工業が開発したフルハイブリッドシステムである。以下、本文中では IDCD と記述する。電気モーターを内蔵したのな即、デュアルクラッチトランスミッションを変速機に用いたガソリンエンジンと電気モーターの双方を動力源とする。 ハイブリッドシステムであり、エンジンとモーター両方が並行して駆動する、パラレル型のフルハイブリッドに分類される。電力は自動車の制動時や、巡航運転時に発生するエネルギーを改正し、バッテリーに充電するため、充電する作業は必要としない。エネルギー補給は、ガソリンの給油のみである。燃費性能の追求のみにとらわれた従来型のハイブリッドシステムとは異なり、 快活な動的性能と燃費性能を両立させた。7速 DCT を搭載し、0発進時から EV 走行ができる点など、従来型の本題はシステムと異なる。特に今がエンジンとモーターが一体であったのに対し、IDCD ではエンジンとモーターが切り離されている点が大きい。今ではエンジンとモーターを切り離せないため、 例えば減速時に回生発電を行う場合においても共に回るエンジンがフリクション要因となっていた。また発進時にはクラッチもしくはトルクコンバーターを介して伝達するため生じる滑りが熱エネルギーとなって損失が生じていた。一方、IDCD ではモーターがミッション側にあるため回生発電時にエンジンが回ることはなく発進時に クラッチに滑りを生じさせることもない。交流動機電動機を採用し、DCT ユニットに内蔵される。システム電圧 173V、最高出力 29.5PS、最大トルク1 6 3 k g ス m 揺れ式。モーターに使用する、レアアースの削減を目指して、テルビウムを使用せず、ジスプロシウムを磁石表面にのみ、効果的に分布させ、 使用量を減らした。冷却はトランスミッションオイルを用いて行う。ドイツのシェフラー社の日本法人シェフラージャパンと共同開発した鑑識7足 DCT を採用しており、伝達効率は90%台である。一足ギアに優勢歯車を採用し、一足ギアをハイブリッドモーター内部に収め、ユニットの小型化を図った。 S g s u アサとホンダの合弁会社である、ブルーエナジー社製のリチウムイオン二次電池を搭載している。従来の今システム同様バッテリーモジュールは IPU としてピーク、エキュ、冷却ファンなどと一体化し、リア工法に搭載される。2015年2月から日本国内で新たに販売された j e d ドにおいては、東芝製のリチウムイオン二次電池を採用し、 ハイブリッドシステム用の二次電池と IPU 一式をフロントシート間に搭載している。IDCD の DCT 基本構造は奇数段のメインシャフトと多摩数段のセカンダリシャフトが並列するに軸構造となる。なおリバースギアはメインシャフトに設けられている。エンジンクラッチ及びモーターはメインシャフトの軸線上に存在し、セカンダリシャフトへはアイドルギアを介して伝達。 一足は蒸気のようにモーター内の優勢歯車で構成されており、出力軸への伝達は三足ギアとの兼用となっている。一足時は優勢歯車のリングギアが固定されることで、キャリアに接続された三足ギアを介して出力。三足時は優勢歯車のリングギアの固定を解除し三足をインギアすることで出力される。 モーターは奇数段のメインシャフトに存在するため EV 走行や回生発電は奇数ギアを介してのみ行われる。多摩数段エンジン走行時でもいずれかの奇数ギアを出力軸につなげることでモーターアシスト及び回生は行われる。停車時はメインシャフトのクラッチを接続式ギアをニュートラルにすることで発電が可能である。同様に多摩数段エンジン走行時にも ニュートラル発電は可能で、クラッチは引きずり抵抗などがなく、損失が少ない鑑識となっており、直列に配置されている。一般的な DCT では発進時などに半クラッチを行う必要があるが、IDCD においてモーターによる発進や低速走行時は半クラの必要はない。ただし、車両停止時でもエンジンが起動している。 ハイブリッドモード時の発進は、半ンクラッチを行っている。これにより、DCT で課題となりやすいクラッチの耐久性や、低速での制御性などの問題は低減されている。IDCD に近い機構としては三菱不走の DCT ルオニックにモーターを組み込んだ仕様が存在する。ホンダフィットハイブリッド GP5 型ホンダ、公式プレスインフォメーション。 マイナスフィット、フィットハイブリッド、パワートレイン、スポーツハイブリッド IDCD コンセプト、基本構造ホンダ公式プレスインフォメーション、マイナスフィット、フィットハイブリッド、パワートレイン、スポーツハイブリッド IDCD 走行モードホンダ、公式プレスインフォメーション、マイナスフィット、フィットハイブリッド、パワートレイン、スポーツハイブリッド IDCD が家出力モーター、 IPU ホンダの新ハイブリッドシステム IDCD 欧州と日本の技術融合により実現ホンダ、公式プレスインフォメーションマイナスフィットフィットハイブリッドパワートレインスポーツハイブリッド IDCD 高が出力モーター内蔵7速 DCT 日系テクノロジーオンラインホンダ、センターコンソールにリチウム電池置くのは初ありがとうございます